馬瓜ステファーニーは、日本の女子バスケットボール選手である。トヨタ自動車アンテロープス所属。ポジションは CF。181cm、78kg。3×3 女子日本代表選手。実子である馬瓜エブリンも、トヨタ所属のバスケットボール選手。愛知県豊橋市で生まれ、東郷町立高根小学校、名古屋市立若水中学校に通う。両親はガーナ出身。姉のエブリンが14歳の時に日本代表として国際大会に出場するために家族で日本国籍を取得した。地元の名門、桜花学園高校では3年時に主将を任され2年ぶりの高校3冠に導いた。年代別日本代表も経験。2017年、トヨタ自動車アンテロープスに加入。姉、エブリンも、愛信オータムウィンターから移籍して、チームメイトになった。2018年、女子日本代表候補に選出され、ジャカルタで開催されたアジア競技大会に出場し、銅メダルを獲得。3人制バスケットボール 3×3 においては、5人制、日本代表として出場していた2018年、アジア競技大会期間中、3×3 女子日本代表に負傷者が出たため急遽、チームに加わり、銀メダルを獲得した。これをきっかけに5人制と3人制を掛け持ちで、競技するようになり、同年の U-23×3 ワールドカップで決勝に進出して、銀メダルを獲得。2019年は、FIBA3×3 ワールドカップに出場。同年 U-23 ワールドカップで金メダル獲得。同大会での優勝は男女全カテゴリー通じて日本勢初の世界大会優勝である。2021年5月、東京オリンピック予選会3位で本大会出場権を獲得し、MVP を受賞。7月、東京オリンピックに出場し、準々決勝まで進出した。全8試合でチーム内最多の48得点を記録。ありがとうございます。